待たせいたしました、マスター。ひよ姫からのバレンタインチョコでございます。復刻元い去年の私は自らをプレゼントとして差し出すも玉砕。そこで今回は木をてらわず真っ当なチョコで勝負するといたします。味は保証付きですよ。特にこの冷薬が隠し味となっております。あらあら、マスター、そう怯えずとも。確かにこのチョコには愛の冷薬がたっぷり投入されていますが、変わっているのはそのくらいでしてよ。さあマスター、ぐいぐいっとお食べになってくださいね。さあさあさあ。私は通りすがりの友達信じてほしいマン。どうぞ解毒剤です。いえいえ、我がマスター、あさりと真実を見抜かれてしまい、私は悲しい。来年こそは、来年こそは、私と愛を紡ぎ合ってくださいね。